5つ年上の夫と暮らす H。いつの間にか夫婦仲は冷め切っていた。ある日、夫は健康診断の再検査に引っかかる。H の元に病院から連絡があり、向かうと、そこで待っていたのは夫の余命半年の宣告だった。夫に余命宣告を伝えるも、夫は H が余命半年と勘違いをし、浮気相手と合流に勤しむように。呆れた H は、夫の間違いをあえて訂正しなかった。果たして H 夫婦は、どんな結末を迎えるのだろうか。余命宣告を私の宣告と勘違いした夫。半年後に真実を伝えたら、夫が自滅していった話。先日無事に離婚が成立した。なぜか私の寿命がもうすぐ尽きると勘違いして、浮気相手と散々合流していた夫。いい加減付き合いきれないと思って、捨ててしまった。唯一結婚してよかったことは、義母がとてもいい人だったことくらいだ。夫には恵まれなかったのか。じゃあまあ、まずはスペックから詳しく。私は56歳、夫は61歳。浮気相手は、驚きの29歳だった。は、32歳さ。自分の父親くらい年離れてるじゃん。よっぽど金持ってないと、そんな年の差の浮気なんてできないでしょ。それかイケオジだったとか？それでも金がないと無理だよね。子供もいなかったし私もバリバリ働いていたから、夫は自分の稼ぎを全部つぎ込めたんだと思う。実は私と夫はお見合い結婚だった。私は大学を卒業して某大手出版社に就職し、編集者として日々切磋琢磨する生活を送っていた。いろんな編集部を渡り歩き、経験を積むうちに仕事にのめり込んでいき。気がつけば、すっかり30代も終わりに近づいていた。そんな私の様子を見かねた親が、親戚から縁談をもらってきたのだ。そこでお見合いをしたのが5つ上の夫だ。周りが結婚をしていき子供が生まれる中、私自身も結婚というものに、夢を抱いていないわけではなかった。お付き合いはそこそこしてきたが、仕事を優先しすぎて全て破局。後悔はしていなかったけれど、いつか自分の家庭というものを持ってみたかった。共に人生を歩むパートナーは、欲しいと思っていたのだ。年齢も気にして焦っていた私は、縁談を承諾。当時はとても紳士的に振る舞っていた夫に、この人とならいい家庭を築けるのかも、と。結婚を決意したのだった。ところが結婚してから分かったことなのだが、なんと夫は女性が働くことに、いい感情を持っていなかったのである。じゃあなんで一致と結婚したんだよ。最初から失敗してるじゃん。新婚当初は、私も仕事を辞めるつもりもないし、まだまだ働きたいということを、尊重しているような素振りを見せていた夫。だが年月を重ねるごとに、暴言を吐くようになっていた。仕事しているからって家事に手を抜くなよ。お前が仕事をすることを、俺が許してやってるんだ。ありがたく思え。と、偉そうに言う。最初の頃は、そんな言い方はやめてほしい、と、苦情も言っていたが、ついぞ治ることはなかった。もう最近では、ああはいはい、いつものね。という感じで、聞き流しのプロになった気分だ。もちろん家事は私一人でやっているし、手を抜くということもない。忙しい身ではあるが文句を言われるのが嫌すぎて、時短テクやハイテク家電などを駆使し、文句をつけられることのないよう、努力した結果である。それに女性としてのおしゃれを忘れず、身だしなみにも気をつけている。ファッション雑誌の編集部にいるのもあり、そこはとてもこだわっているのだ。役職にもついているし、おしゃれに手を抜くことは自分が許せない。職場で実年齢を言うと、とても驚かれるのが嬉しい。仕事は至って順調だが、どうしてこんな男と結婚してしまったのか、と日々自問自答していた。子供は、結婚したのが38歳の時だったことと、そもそも子供は好きではないので、もともと作るつもりはなかった。そこは夫ともしっかり話し合い同意を得ていた。両家の両親には、特に明確に話をしていたわけではなかったが、どちらの親も、孫の間の字も出さずに、見守ってくれていた。それにしても、夫の言う言葉は時代錯誤が過ぎる。男は狩り、女は家事。お前、もうそろそろ60だろ。夜が夜なら、乳母捨て山の年だぞ。と、大口を叩く。本当にため息しか出ない。昭和の名残どころか、大正、明治、いや、狩りというのだから。原始時代からタイムスリップしてきたのか。動物の世界でも狩りをするのはメスライオンだ。夫は稼ぎがいいわけではないのに、なぜ私が仕事を続けることに反対するのだろうか。男のプライドってやつ？ミジンコみたいなちっちゃなプライドだな。そんなのミジンコに失礼だよ。こういうことを大声で言われるも、反論しないのは、こういった口論では絶対に夫は折れないからだ。私の方が引いてしまう。何を言っているの？
ウバステ山って、日本昔話の見すぎよ。と、軽くいさめる程度にしていた。そして何よりも最悪なのが、夫は男が上で女が下、という思想の他に、若い女性には滅法弱い、ということだった。結婚してからも、飲み屋のお姉さんと仲良くしていたり、浮気寸前のやり取りをしているのがバレて、義母から大目玉を食らっていた。義母の目の前で携帯を見ながら、ニヤニヤするものだからすぐにバレるのだ。義母は、我が家から徒歩圏内に一人で住んでいる。義父は3年前に亡くなり、我が家で一緒に暮らそうと誘ったが、子供と一緒に暮らしたら、気が休まらないからお断りよ。と、少しおちゃらけながら断られた。こういうユニークなところが、義母の好きなところだ。家が近いこともあり、よく義母は我が家へ遊びに来てくれる。もちろん、勝手に来ることはないし、過度な干渉もない。どうしてこんな息子に育ったのかわからないくらい、とてもいい姑だった。そんな義母に、夫は頭が上がらない。80歳を超えても毅然としているのもあるが、何よりも義母の財産が目当てなんだろう。ある日、あのばあさんはドケチだからな。2000万くらいの貯金があるはずだ。俺に兄弟はいないから財産は俺がもらう。早くくたばらないかな。あのばあさんには、今のうちに嘘でも優しくしておかないとな。遺言状に全額施設に寄付だとか、意味のわからないこと書かれたら困るから。と、私の方を見てニヤニヤしながら夫が言ったのだ。私は自分の耳を疑ってしまった。ちょっと、それ本気で言ってるの？言っていいことと悪いことがあるじゃない。と、思わず声を荒げると、その時隣の部屋から義母が顔を出した。いっちゃんいいのよ。悪かったわね、ボケチレ。と、義母は夫にくしゃりと言い放った。そう、この日、たまたま義母が遊びに来ていたのだ。母さん。と、顔面蒼白になった夫は、次の瞬間に鬼のような形相で私に八つ当たりをした。バカ野郎。なんで母さんがいるって先に言わないんだ。うるさいよ。いちいち怒鳴るんじゃない。近所迷惑だろう。黙りなさい。と一喝され、夫は黙り込んだ。もはや弁明の余地もないような悪口だったため、夫は無言でうつむき、風呂へ逃げていった。その間に、義母から声を潜めて話しかけられたのだった。あなたたち、いつからうまくいっていないの？倦怠期とは違った深刻な雰囲気を、ここのところ感じていたのだけど。わかりますか？と、私は思わず苦笑いしてしまった。いっちさん、どうしても我慢できない場合は、離婚という手もあるのよ。宿泊の一つに、オンゴウェクという言葉があるけど、会いたくない人に会わなければならない苦しみは、耐え難いものよ。嫌いな人間と一緒に暮らすのは辛いでしょう。私に遠慮なんかする必要はないからね。と、私のことを心配してくれる、義母の優しさが心に染みた。義母は知識も豊富で教養豊かで、夫とはとても血のつながった親子とは思えない。やっぱり夫は原始時代から、タイムスリップしてきたのだろう。それに最近またスマホを見ながらニヤニヤしたり、こそこそ電話をしたりしている。まさか浮気かと思ったが、怒りを感じない。ということは私の愛情も完全に冷めた証拠だろう。私は本格的に、離婚を考え始めたのだった。よくそんな夫と20年近く一緒にいれたよな。さっさと捨ててしまったらよかったのに。時間の無駄だよね。でも離婚するのは結婚する時よりも、パワーがいるっていうしね。義母に浮気未遂が見つかって大目玉食らった後は、夫はおとなしかった。お姉さんのいる飲み屋には行っていたようだったが、浮気には発展していなかったのだ。それがどうやら最近、定年退職をして嘱託社員となり、時間に余裕ができたことで調子に乗っているらしい。会社からの帰りはいつも遅く、酔っ払って帰ってくる日の方が多かった。夫は会社の同僚と居酒屋で飲んだ、と言っているが、キャバクラに通っていることを、私は知っている。妻の勘を舐めてはいけない。ここまで来たら、愛想も尽きるというものだ。そんな日々を送っていたある日、夫が会社の健康診断で再検査に引っかかった。毎年のことではあるが、高齢に差し掛かり不摂生もたたったのだろう。また再検査かよ、いつものことだ。今年も肝臓だな。行ってくるが、病院から検査結果の連絡があったら教えろよ。と、夫は再検査へ出かけていった。夫はなぜか毎年の再検査の連絡窓口を、私の携帯番号にしているのだ。都合よく使われて不満だったが、無意味な争いをしたくなかったので、そのままおとなしく従っていた。その後毎度の通り、病院から連絡が来たが、今年は様子が違った。ご本人に伝える前に一度、ご家族の方にお話ししたいことがあります。
という、ドラマでよくあるシーンのような連絡が来たのだ。私は胸騒ぎを感じた。病院で医師の話を聞いた私は驚いた。余命半年。夫の余命が半年と宣告されたのだ。どうやら毎年の数値は年々悪くなっており、今年はついに精密検査を行ったらしいのだ。夫からそんな詳しく検査したとは聞いておらず、寝耳に水で目を白黒させてしまった。いろいろな感情が目まぐるしく交錯するが、何よりもショックを受けていない自分に驚いた。やや哀れみもあり&感を抱きそうで、それはいくらなんでも薄情だと。自分を責める気持ちも芽生えた。普通の妻なら夫が余命半年と聞いたら、ショックを隠しきれないだろう。と思わず演技してしまう自分がいた。あの、何かの間違いではないでしょうか？残念ながら、覚悟しておいてください。本人に伝えるべきか否かは性格にもよりますので。奥様が一番旦那さんのことを知っていると思い、先にご連絡しました。性格とは？絶望して自暴自棄になるような性格だと、いきなり宣告するのは危険です。前向きな性格で生命力が強い人なら、伝えた方がいい場合もあります。と、医者は言った。夫が余命半年なんて聞いたら、自暴自棄になるのは目に見えている。しかし自覚症状がないからと、飲み屋に通い飲酒を続けるのは良くないだろう。そう判断し、やはり伝えるべきだという結論に達した。夜、夫が帰宅すると私は言った。あなた大事な話があるの。なんだよ、もったいぶって。俺はお前と違って忙しいんだ。私だって忙しいわよ。お前は自分で勝手に忙しくしてるだけだろ。忙しいのが嫌なら仕事を辞めればいいんだ。本当に女房を働かせているなんて、男の恥だ。まるで俺の稼ぎが悪いみたいじゃないか。と、言い合いになってしまった。いつの時代の話をしているのかと、さすがに夫の言い分に頭が痛くなってくる。今は共働きの家庭が多いっていうのに。気を取り直して、本題に入った。あのね、気を確かに持って聞いてもらいたいのだけど。だからなんだよ、もったいぶるなって。病院。病院？今日、病院に行ってきたの。と、言葉を選びながら話を進めると、じれったくなったのか。いい加減にしろよ、俺の貴重な時間を奪って何なんだよお前は。お前に使う時間がもったいないんだよ。と、夫にまくし立てられた。その様子に腹が立ってしまい、躊躇していた気持ちが吹っ飛んでしまい、余命半年だって。と、勢いに任せていってしまった。すると、数秒真顔で私の顔を見つめた夫は、なぜかにやりと笑った。直後に、思わず、という風に、手で口を押さえる。余命、半年？そう。気持ちを確かに持ってね、自暴自棄になっちゃダメよ。バカ、誰が自暴自棄になるか。俺が自暴自棄なんかになるわけがないだろ。と、ショックなのか、やはり言動がおかしくなった夫。動揺しているようだったから、やはり自覚症状が何かあったのだろうか。自業自得とはいえ意外だった。大丈夫？お酒はこれから控えた方がいいと思うわよ。黙れ、飲むのもサラリーマンの仕事なんだよ。お前は女なんだからわからないだろう。俺はこれからも飲みに行くからな。不安だからって俺に迷惑かけるなよ。やめた方がいいわよ、まっすぐ帰っておいでよ。なんだよ、今さら夫婦の時間が欲しいとか言い出すのか？と、トンチンカンなことを夫は言い出した。夢にもそんなことは思っていないが、動揺している夫の手前良妻を演じるしかない。そうね、久しぶりに二人の時間も作ってほしいわ。と、素直に言う。バカを言うな、そんなに俺は暇人ではないんだぞ。もうこの話はおしまいだな。はい、解散。そんな、大事な話なのに。時は金なり、と言うだろう。お前に使う時間はない。と、私の言葉を遮り捨て台詞を吐いて、夫は自室に行ってしまった。最後まで腹が立つ会話だったが、ショックの裏返しだったのかもしれない。私はそれ以上何も言わないことにした。その後、やっぱり夫の様子が心配になった私は、夫の自室を覗いた。すると夫は誰かと電話をしている様子。おお、また行くからな。待っててくれよ。それよりも聞いてくれよ英子、朗報なんだ。朗報と言ったら罰が当たるかもな。でもいい話なんだ。今日、女房が病院で、余命半年って言われたらしいんだ。病名？病名までは聞かなかったな。半年ってことは、末期癌あたりじゃないか？と、信じられない会話をしている。最初は夫が何を言っているのかわからなかった。あと半年の辛抱だ。半年経てば生命保険も手に入るし、ばあさんも80超えてるんだ。もうすぐお迎えが来るだろう。英子、俺の女房が言ったら、一緒に暮らそう。俺はもう一度人生をやり直したいんだ。
と、夫は電話口に向かって熱く語っている。そこでようやく気がついた。夫が盛大な勘違いをしていることに。心底驚いたが、同時に、とんでもない怒りが湧き起こってきた。電話の相手の A 子とは浮気相手だろう。勘違いしているとはいえ、何ということを言っているのか。人のことを馬鹿にしすぎている。とても本当のことを話す気にはなれない。夫の自室から離れた私は、実の母親にまであの言い草、絶対に許せない。と、自分でもゾッとするような声で呟いたのだった。人の話はしっかり聞くって小学校でも習うよね。だが一致も、誰の用事で病院に行ったかの、主語がなかったのは悪いぞ。夫は盛大に勘違いしたね。一致の復讐の始まり始まり。そういうことなら、一生勘違いしていればいい。一生と言っても、半年だけど。余命の話をしてから、夫はさらに出歩くようになった。出張と言って明らかに仕事用ではない荷物を持って、泊まりがけで出かけることもあった。身なりも派手になり、知らないうちに新しい立派な時計なども買っていた。どうやら毎日豪遊しているようだ。ちなみに夫に金が潤沢にあるわけではなく、使いすぎると治療費も払えないのではないだろうか。おそらく豪遊は、私の生命保険を当てにしているのだろう。もはや、人間のする所業ではない。余命宣告から3ヶ月が過ぎ、夫の顔色はだんだんと悪くなってきていた。あなたちょっと顔色悪いんじゃない？大丈夫？ああ、うるさいな、元気に決まってるだろう。だが、最近すぐ疲れるんだ。階段も休み休み登らないと登りきれない。なぜかとてもだるいし。あらそうなんですね。ちょっとお酒は控えた方がいいんじゃないの？うるさいな、酒を飲むのも仕事だと言っただろ。ああ、そうだったわね。と、わざとそっけなくする私。ひょうひょうとした様子にイラついたのか、夫は。お前もあのババアも気が利いたことが言えないなら、さっさと金を置いていってしまえ。と、さらにひどいことを言い出した。すると、私は夫の背後に目をやった。それを見て、振り返る夫が見たのは、半夜の顔をした義母だった。ママーって私もここ？うわぁ、母さん。と、驚く夫。懲りない男だな。学習能力ないんじゃないか。義母はいつもナイスタイミングでいるね。夫は、なんで義母がいることを教えないんだ、とばかりに私をギロッと睨んだ。だが、何か言う前に義母が。もう一度聞くが、ママーとは、私もこと？と、聞いた。まさか。会社に、おつぼねの社員がいてさ、そいつをみんなでババアって呼んでて。と、しどろもどろに言い訳をする夫。おつぼね社員さんね。と、義母から疑いの目で見つめられ、夫は何も言えずにどこかに出かけていったのだった。今回は義母が来ていることを、私はわざと黙っていたのだった。ドッキリ大成功。余命宣告から4ヶ月が過ぎた。夫の体調は確実に悪くなっているようだった。顔は土系色だし、体も痛むのか歩くのも大変そうだ。少し痩せたかもしれない。気温が高い日でも、寒い寒いと厚着をしている。会社も休む日が増えたが、それでも出張とやらに行くのはやめなかった。そんなに辛そうなら、出張行くのをやめになったら？と、嫌みったらしく言うと。何言ってるんだ、これは俺の楽しみ、じゃなかった、俺にしかできない仕事なんだ。断るなんて許されないんだよ。じゃあ、私が会社に掛け合ってあげましょうか？夫が辛そうなんです、別の人に出張をさせてください。って。お前はバカか。そんなことしたら許さないぞ。と、夫は血相を変えて怒鳴り出したのだった。そして、予定通り出張に出かけていった。私は夫の出張にかける情熱に呆れ返ってしまった。あんな体調の上、最後の時間なのに、妻よりも浮気相手を優先するなんて。哀れみの気持ちしかない。私はそろそろ義母に本当のことを伝えるべきか、悩み始めていた。そんなある日、意外な珍客が我が家を訪ねてきたのだった。見たことのない若い女性が、訪ねてきたのだ。どちら様ですか？あの、私 A 子と言います。はじめまして。と、可憐な声で彼女は言う。名前を聞いて思い出した。あの時の電話の相手だ。夫の浮気相手が、まさか堂々と訪問してくるなんて。と、一気に臨戦態勢になる私。担当直入に言います。旦那さんを、解放してあげてください。え？解放とは？と、驚いた私は聞き返してしまった。夫の浮気相手は、誰がどう見ても綺麗で華奢で、今時の女の子だった。スタイルだっていいし、ファッションセンスも悪くない。どうしてこんな子が、夫の相手をしているのか理解不明だった。夫は金持ちではないし、財産目当てでもないのだろう。純愛でもないと思うから、詐欺なんじゃないか？
旦那さんは苦しんでいます。最近の体調不良は、ストレスが原因だと思います。だから、もう離婚をして、解放してあげてください。と、毅然とした態度で言う夫の浮気相手。思わず私は苦笑してしまった。あのね、あなたは法に触れることをしているの。本妻に向かって、堂々と離婚を請求することはできないのよ。それに非常識だわ。と、反論するも、彼女はひるまずに。だって、結婚したからといって、その後に出会いがないわけではないんですよ。運命の出会いが、結婚した後にあるかもしれないじゃないですか？結婚という制度に縛られるのは愚かですよ。たった一度の人生、後悔したくないじゃないですか。と、のたまう。思わずめまいがした。まともに相手をしてはいけない子だ。冷静さを欠いて、手が出てしまうかもしれない。大丈夫よ、夫はもう天から解放されているから。天国に行くか地獄に行くかまでは知らないけれど。と、冷静さを保つよう心がけて笑顔で言う。え？奥さん面白いこと言いますね。と、夫の浮気相手は笑いながら言った。私は全然面白くないわ。ところでいくつなの？私は29歳です。と、彼女が答えた。30歳以上年下。衝撃を受けて、頭をハンマーで殴られたような感覚がした。お仕事を聞いてもいいかしら？旦那さんは、私の職場に飲みに来てくれていました。とても美味しいお酒をボトルで入れてくれたり、スマートにアフターも連れて行ってくれました。しかも夜もとってもタフですごく上手。ストップ。それ以上言ったら、さすがに手が出るわよ。あはは。あはは、じゃないわよ。純粋な気持ちでお付き合いしてるのかしら？はい、旦那さんは、とても優しくて頼りがいのある方です。と、綺麗な目で私を見つめる夫の浮気相手。奥さんのこと、旦那さんはヤマンバみたいだって言ってましたが、今日お会いして、あまりに印象が違うのでびっくりしました。こんな素敵な女性だとは思いませんでした。と、ケラケラと笑いながら言う。失礼なことは言われているが、あまりにも純粋な夫の浮気相手の様子に、話しているうちに、悪い子ではないような気がしてきたのだった。でもこの子は夫の浮気相手、好意を持つなんてことはありえないが、こんな女性に親身にされたら、アンモナイトの化石のような夫はイチコロだろう。まあ、いずれ、あなたの気持ちが本当に純愛かどうかわかるわね。え？と、彼女は小首をかしげた。そんな仕草も可愛らしい。もはや夫はどうでもいいが末路を知っている分、少しだけこの子に同情したのだった。慰謝料請求のためとは口が裂けても言わなかったが、本名と職場と連絡先を聞いてその日は終わった。抜かりないね。鴨がネギ背負ってきてくれたんだもん。ちゃんと仕留めないとね。慰謝料請求されたら、どんな反応するんだろうな。ついに余命宣告から半年が来ようとしている。その日も夫は会社を休んだようだった。顔色は土系色で、かなり痩せてきた。もともとがメタボ体型だったから、普通になったといえばその通りだが、急激に痩せたせいか、やつれて見える。相変わらず動くのもだるそうですぐに息切れをし、咳も常にしている。仕事から元気に私が帰ってくるのを認めると、嘲笑気味に話しかけられた。なあお前、いつまで生きてるの？いくら愛が冷めきっているとはいえ、余命半年と宣告されているはずの。妻に言うセリフだろうか？あんまりな言葉に、怒りを通り越して冷静になってしまった。ほんと、お前もババアも、しぶといわ。憎まれっ子なんとやら、ってやつかね。私のことはもういいけど、お母さんのことを悪く言うのはやめなさいよ。というと、夫は突然激怒し始めた。誰に向かってやめろと言ってるんだ。そうか、後先が短いから、怖いものがないんだな。じゃあ、最後に本音を言ってやるよ。この人生で、お前と結婚したことが、最大の失敗だと思ってるよ。と、言ってはならないことを言った夫に、私はもう我慢ができなくなった。それは遺言ってことでいい？は？お前遺言状は、変なこと書いてないだろうな。あなたは、遺言状、書いたの？余命宣告されてから、半年経つけれど。何を言ってるんだ？余命はお前のことだろう？と、夫はここまで言っても、体調がここまで悪くなっても、分かっていない。とうとう私はこの一言を言う時が来た。余命宣告は、あなたのよ。というと、夫は一瞬で真顔になり、硬直した。だがすぐに。お前、もう入院した方がいいぞ。話が噛み合ってなさすぎる。というと、自室にこもってしまった。次の日、念のため夫の様子を見てみると、ベッドでうめき声を上げて苦しんでいる。私は救急車を呼び、義母にも連絡をし、病院へ向かった。病院で真実を知った夫は、とにかく私を医師や看護師、義母の前で罵倒した。お前俺を騙していたんだな。
悪魔のような奴だ。いいえ、私は半年前、ちゃんと伝えたわ。嘘をつくな、ちゃんと余命半年って。と、そこまで言うと半年前の会話を思い出したのか、固まる夫。あの時、誰が余命宣告されたのか、言われてない。伝えようとしたけど、話を遮って終わらせたのはあなたよ。なるほどな、俺が勘違いしたことをいいことに、お前は悪魔だ。ここは病院です、落ち着いてください。関係ない奴は引っ込んでろ。お前も、お前も。と、夫は医師や看護師を指さして絡む。阿鼻叫喚とはこのことだ。こんな騙し討ちのように入院させる病院にいたら、魂がいくつあっても間に合わない。言い過ぎですよ、落ち着きましょう。うるさい、お前のことなんて信用できるか。とにかくわめく夫。だが、ついには貧血を起こしたのか、ベッドに沈んでしまった。夫の代わりに謝罪をし、ようやく自宅に帰ったのだった。その数日後、夫は無理やり一時帰宅したのか、自宅へ帰ってきた。お前なんかよりも、A子の方がいいに決まってる。俺のことを優しく癒してくれるはずだ。と、息巻いているので、ここぞとばかりに離婚届を書いてもらった。その後浮気相手にでも会いに行くのか、身支度をする夫を横目に、義母を呼んだ。実は浮気相手の訪問の後、義母には、夫の体のことも浮気のことも、すべて話していたのだ。やってきた義母の姿に驚く夫。もうあんたとの縁もこれっきりだね。あんたの方がお迎えが早いようだよ。私も顔を見なくて済むようになってよかったわね。と、義母は夫へ言葉を投げつける。その言葉を聞き、目を見開いて固まる夫。それが息子に言うセリフなのか。こっちのセリフよ。あんたこそ、実の母親に言う言葉かってことを、何十回も言ったわよね。と、義母が反撃すると、夫は何も言い返せなかった。あんた、一輝ちゃんに謝りなさいよ。話はそれからよ。と、義母が言うも、かたくなに夫は謝罪を口にしない。それどころか。ここは俺の家なんだ、出てけよ。もう顔も見たくない。という始末。一輝ちゃん、行きましょう。お前のことを見損なったわ。親子の縁を切ります。私は娘と二人で暮らすわ。え、隠し子がいるのか？何を言ってるのよ。一輝ちゃんのことよ。浮気をした上に謝罪の一つもしない、誠意のない息子なんて、もう他人よ。と、義母は啖呵を切ってくれた。私は思わず泣きそうになってしまったが耐えた。私と夫が離婚をしたら、義母とは他人になるのに。私のことを娘と言ってくれる。義母が私のことを実の娘のように、大切にしてくれた愛情は、本物だったのだ。毅然とする義母の態度に、本気だということが分かったのか。夫は顔色をなくし、自室に入っていった。その後急いで荷物をまとめ私と義母は、一緒に引っ越しをし、共に暮らし始めたのだった。それから夫から血相を変えた連絡が来たのは、半月後のことだった。私の生命保険が手に入ると思った夫は、自分の貯金をほぼ使い果たしていたらしい。しかも浮気相手は夫の病気のことを知ると、さっさと逃げてしまったそうだ。加えて浮気相手は実は結婚していたらしく、相手の夫は刑務所にいて最近出所したらしい。浮気相手は浮気がバレて質問され、夫のことも話してしまったとのことだった。助けてくれ、まだ病院には来ていないが、生きたまま海にドボンかもしれないんだ。とひどく焦った様子だった。別の病院に転院したい、受診する金を貸してくれ。と言われたので、きっぱりとお断りした。わずかに残った貯金と保険で何とかしたらいい。その数日後に病院から、夫さんがいなくなってしまったのですが、居場所をご存知ありませんか？と、連絡が来たが、私が知る由もない。元夫がご迷惑をおかけしたことを丁寧に謝罪し、もう他人なので行方はわからないことを伝えた。引っ越しなどでバタバタしており、浮気相手に慰謝料請求をし損ねていたがもういい。浮気相手の夫に私の存在が知られること自体が、リスクになりかねないからだ。浮気相手を質問するくらいだ、彼女はきついお灸を据えられていることだろう。念のため、携帯は解約した。ひえー、やばい奴に夫は手を出してたんだね。夫の行方が気になる。どうなったんだろう。余命半年の割に、怒鳴ったり元気な病人だったな。意外と余命宣告すぎても元気な人っているよね。どっちからも慰謝料取れなかったのか。仕方ないよね、内袖は触れないし、もう一方はチンピラだし。結婚は赤の他人が共に暮らすのだから、一番大切なのはお互いへの信頼と愛情だろう。その意味で言うと、私の結婚は過ちだったが、義母と出会えたことは、何にも代えがたい宝だ。
その後も本当の親子のように仲良くしてもらい、楽しい毎日を送っている。私の両親は義理の母親と住むことに驚きを隠せずにいたが、半年の修羅場を話すと、理解をしてくれた。幸福は自分で掴むもの。私は自分の力を信じて生きていく。自分勝手な夫は、地獄の底へ転げ落ち、イッチは義母と新しい人生を歩み始めました。もしも配偶者がイッチの夫のような人だったら、あなただったらどうしますか？コメント欄にてぜひ教えてくださいね。なお婚姻中の浮気の慰謝料請求の時効は3年で、浮気に気づいた時からカウントされるとのことです。もしも配偶者の浮気に気がついたら、早めに行動に出るといいでしょう。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。